写真拡大。ソフトバンクから FA で新加入したロッテ福田周平外野手30が早くもモテモテだ。期待されているのは戦力としてだけでなく、その人脈にも注目が集まっている。というのも、ソフトバンクの選手とオフに自主トレをした選手が成績を上げているからだ。球団スタッフが言う。うちでは今年種市が地下や東浜の自主トレに参加させてもらって、ブレッシュでは吉田や三重が内川さんや鈴木誠也、広島と練習して刺激を受けてるし、福田にもぜひソフトバンク勢との自主トレに選手を借り出してほしい。3年目右腕の種市は今季17度の先発。広島の育成から独立リーグ2球団を経由した。通算で4試合の三重も今季は25試合に出場して打率2割8分6厘、プロ初本塁打と初打点を記録した。高いレベルにいる選手はそれだけ準備もしている。練習を目の当たりにすることで学ぶことも多い。身近な選手が出稽古で成長した姿を見て、若手選手もやはり強いチームだけあって、個人個人でも野球に対する考え方がしっかりしている印象がある。それにソフトバンク勢の自主トレには他球団のレギュラー陣もよく参加していて、豪華な顔ぶれになることが多い。そういう場で意外な人脈が築けることもあると思うし、参加するだけでも刺激になると思いますと、上昇球団の自主トレに興味津々だ。昨オフに柳田が参加した沖縄での自主トレには阪神、糸井、オリックス吉田勢らそうそうたる顔ぶれが集結。その後に柳田の母校広島経済大で行った自主トレでは福田も一緒に汗を流した。ロッテの若手は6球団による争奪戦になった福田の顔の広さも活かしてもらいたいと熱望している。